一駅一駅始まるよ。皆さんこんにちは。今日は JR 神戸線立花駅からスタートします。立花駅は甲子園口駅と尼崎駅の間にある駅で、昭和9年に開業しました。立花ってどんなとこやろ。楽しみやな。立花駅到着。駅は島式2面4線のホームで普通のみ停車します。駅ナンバーは JRA50 です。北側は高層から中層住宅が立ち並んでいます。通りには立花商店街があります。そしてこちらは立花東通り商店街。この駅の西側で道路と立体交差しているのですが、そこにバス停があります。そして駅に直結しているという初めて見る構造があります。ということはロータリーはとても小さくて済むのかな。同時に数台停車できそうですね。駅の南口にもバス停があるようです。空中通路が商業施設にもつながっています。高層建築が固まってて都市だね。地上に降りてきました。ゼブラゾーンが広がる。南口には大きなクスノキが茂っています。その横には古い石碑があります。昭和9年に土地区画整理が行われたようです。駅もそれに合わせて作られたのでしょう。この木はその時に植えられたものかもしれませんね。駅前の高層建築はフェスタ立花と言います。北館と南館とジョイタウンというのかな。お腹空いたので昼ご飯にしよう。宮古そばに行こう。大阪京都神戸チェーン店らしいです。立ち食いの店だけどいいかな。カツ丼が大きくなっているからおすすめかな。店内は立ち食いと着席とあり、私はもちろん着席しました。メニューはそば、うどん、天ぷら、ご飯物と多種あります。そしてボリュームの割には安いね。選んだのはやはりカツ丼です。受け取りと支払いが同時に行われるシステムになっていました。寒い時はあったかいのがいいね。カツが熱くて食べ応えがありましたよ。ごちそうさま。さて今度はまんじゅう屋さんがあったので買ってみよう。太鼓まんじゅうだね。お土産にしよう。1個120円です。私としては御座候と同じに見ています。うん、同じだね。地域によって呼び方が変わるんだね。さてフェスタ南館に来ました。27階建てのうち5階までは商業施設のフロアとなっているようです。夜のお店が中心なのかな。歩いてみよう。駅の近くですが古くからの住宅があります。
そして蔵のある住宅を発見しました。漆喰と板壁の大きな蔵ですね。ここは新しい住宅と古い住宅が混在する町ですね。立花駅から大阪駅まで12分ほどの好立地ですし、人気がありそうです。象徴的なのが奥に見えるフェスタでしょう。大阪空港の飛行機がはっきり見えます。また家賃が安いように感じられます。穴場かもしれませんね。駅に戻ってきました。シックな外観でいいですね。南口は一本の木がシンボルです。高架の歩道をペデストリアンデッキというんですね。今度は北口に来ました。パチンコ店が構えてます。そしてこちらは桜の木がありますね。春には駅を彩りそうですね。駅前の立花商店街に行ってみよう。アーケードが長いですね。そして自転車が多い。一本通りを外れると建築中のビルがあります。こちらはスーパー丸八です。兵庫県と大阪府に約30店舗があります。大阪に近づいたからでしょうか、粉もんのお店を見かけることが多くなってきました。ソースのいい香りがそそります。お、夜のお店があるね。お客さんは戻ってきたかな。今度は夜に来てみたいね。いやー、高層ビルが目立つな。駅の周辺には駐輪場はどこでも課題です。立体交差している道路の下を利用して駅駐輪場になっています。隙間を上手に活用していますね。大阪や神戸のベッドタウンとしてさらに発展しそうな予感のする立花駅です。ホームには列を作るよう案内があります。乗降者が多いんでしょうね。さあ、それでは次の尼崎駅に向かいましょう。列車には今の位置が分かるように示されています。今は2号車3番ドア。列車はもうすぐ尼崎駅。近づいてきた線路は福知山線です。大阪駅から篠山口駅までは JR 宝塚線の愛称が付けられています。また東西線の乗り入れもあり、計3線が乗り入れる結節点となっています。高層住宅が連なってますね。尼崎駅到着。ホームによって行き先が分かれています。ここは5、6番線で、新快速はまた別のホームですね。1番と8番。行き先は違うけど列車は同じだったりします。よーく確認して乗りましょう。どん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 発車していきます。そしてどんどん到着します。駅名表は4つも隣駅があります。そして4面8線のホームを有する大きな駅です。
青の裏はピンクでした。青は JR 神戸線、ピンクは JR 東西線の色です。初めて来たら迷うでしょうね。ただそれも旅の一部ですね。壁面に路線図が大きく書いてあります。遠くは敦賀駅まで。こちらは JR 宝塚線と JR 神戸線。こちらは遠くは上郡駅や播州和光駅まで。忙しい駅です。北側は高層建築が集まっています。駅舎は橋上にあり大きめです。南口と直結してエディオンがあります。奥行きが長いんですよ。しかも3フロアもあるので通勤帰りに寄りやすいですね。南口は高層建築に囲まれ、バスも停車できるロータリーがあります。こちらには建築中の建物もありますよ。地下道の入り口には可愛らしい声がスピーカーから流れてきます。子供にお願いされたら気をつけるよね。ロータリーは路線バスのほかに関西国際空港行きもあります。尼崎から関西国際空港まで片道1600円です。電車で行く方が安いけど荷物によっては楽かもね。東に10分ほど歩いてきました。ヤンマーがありますね。農機具や船舶などエンジンを使った器具を製作販売している会社です。大きな工場だ。なんと線路向かいには久保田がある。久保田も農機具など似たような事業をしています。ライバルが向き合っているんですね。工場エリアに入ってきました。両側とも工場です。これは排水や排熱の部分でしょうかね。この工場は何を作ってるんだろうな。尼崎市の木はハナミズキらしい。さらに歩くと高台神社に来ました。天照大神とオムタワケの御事をご祭神としているようです。境内は広く落ち葉が丁寧に掃除されていました。拝殿の前には竹が門のように形作られ、御幣のほかにおみくじが結ばれていましたよ。お参りしましょう。令和5年はうさぎ年ですね。鳥居から光のようなものを発しています。屋根は最近吹き直したようで綺麗です。こちらはお稲荷さん。
火の家具土の神を祀っており、火の神様だそうです。竹などで囲われたところは何だろう。1月15日にはとんど焼きがあるんだね。しめ縄などの正月飾りをお焚き上げする行事ですね。さて、歩いているとたこ焼き屋さんを発見。思わず買ってしまいました。出来たてがいいのだけど、お土産です。そして値段にびっくり。見えますか？5個100円、10個200円とか、ありえないなぁと思いながら食べてみました。タコは見つかりませんでした。でも楽しそうに焼いているおばちゃんやったな。尼崎のマンホールは賑やかだね。ホタル、トンボ、魚、そして周囲は市の花の共畜島。王子製紙にやってきました。広そうな工場です。食事の中で中はよく見えませんが、ずっと工場の中です。敷地の中に神社がありますよ。会社の神社かな。こちらは王子製紙の社宅だそうです。この工場の向こうにある川を見たいのでぐるっと回ります。歩くこと10分、ようやく川に来ました。神崎川です。県境の川で対岸は大阪府になります。堤防の工事があったので見ることができました。ラッキー。遠くには JR の鉄橋が見えます。堤防の近くの住宅は地面が低く、川と変わりありませんね。台風とか影響ないのかな。さあ、日が沈む。駅に戻るよ。まだまだ王子製紙の工場なのですが、とにかく広い。調べてみたら1894年からこの地で製紙業をされているそうで、その後買収や合併し会社名が変わりましたが、120年以上製紙業を続けてこられました。ちなみに王子製紙は日本の製紙業界シェア2位です。 JR の鉄橋に近づきました。ここは6線の線路があり、次々と列車が通ります。本当に製紙工場って広大な土地が必要なんですね。それに多くのエネルギーを必要とします。大事に紙を使用しなければいけないね。お、堤防にでかい文字がありますよ。尼崎市は国の環境モデル都市に地方中心都市で選定されています。かつては大気汚染や水質汚濁がひどく、それを克服する中で環境意識が芽生えたそうです。歩いていても嫌な匂いは全くなかったな。お好み焼き、ちぼうです。大阪感が増してきたな。ここはスーパー銭湯と隣接しており、お持ち帰りもできます。入浴後に出来たてを持ち帰るんだって。いいね。駅の北側は高層住宅が多数あります。そしてヤンマーの線路向かいにあったのが久保田です。こちらも大きな事業所だな。住宅は UR でした。尼崎駅から歩いてすぐのところの、いいところですね。これはアミング塩江プラスト生き生き館というショッピングセンターです。尼崎駅の北口はゆったりとしたロータリーがあります。そして商業施設やホテルが集中しています。駅からはペデストリアンデッキが商業施設などと直結しています。
なんだこの丸いのは。丸い屋根の下には梅川の像があります。近松門左衛門の人形浄瑠璃メイドの飛脚に登場するヒロイン梅川が恋する忠兵衛を待っている姿なんだそうです。こちらは尼崎キューズモールという商業施設です。阪神百貨店が入っているようですね。さて北口から入りましょう。雨に濡れない歩道はいいですね。今回は行きませんでしたが尼崎城が駅の南 2.5 キロのところにあります。平成最後に建てられたとあって白壁が綺麗です。中も工夫されていると聞きます。衣装や道具を使わせてくれて子供も大人も楽しめる施設だそうです。改札の中に面白い自動販売機がありました。冷凍餃子がいろいろです。また店舗もいくつかあります。改札外はよくありますが内は神戸線ではそう見かけません。こちらは JR 宝塚線経由の豊岡行きの特急コウノトリです。豊岡は日本海側になるのでこの時期は雪が見られるでしょうね。いってらっしゃい。今回は JR 立花駅と尼崎駅から巡りました。立花駅では自転車駐車場が高架道路の下にあり苦心されたところが印象的でした。尼崎駅ではとにかく広い工場エリアに製造業の姿を見ました。次は塚本駅で大阪府に入ります。どんな発見があるか楽しみです。それではまた会いましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。